でその上でですね、えー、ともう一度確認しておくと XA 間、えー、取り消し前の第三者の時のみがその時のみが95十4項適用されるんだということですから Y が、えー、と悪意であったり有価質善意だけれども有価質であった場合どうなるのかと言いますと原則に戻るんですね原則って何ですか 121条に戻るわけですね条に戻ることによってつまり取り消しの効果無効になっちゃうわけでですね無効でしたということを、y、に対しても主張できることになるわけです。無効だからその結果 A に対して不動産の集権移転しないし仮に AY 間の売買契約が有効だとしても当然 Y には不動産の集権移転しないとこういう結論が導かれることになります。 削るだけ言ってしまえば、えー、と95条の4項というのはこれは取り消しの訴求項について定める民法121条これから第三者を保護するための規定であるとしたがって取り消し前の第三者のみが適用95条4項の適用を受けるということですその結果 Y が善意かつ無過失であった場合には、えーとえー、と代行できないわけですから Y との間の関係では XA 間の YY は約有効だということになってしまう。 これに対して、えー、と Y がこの取消権が発生していることについて悪意であったり善意であっても有価質だったという場合にはこの場合には X、A、間の売買契約無効だということを Y に対して主張できるこれが、えー、取消し前の第三者をめぐる議論でございますそれでは、えー、ケース28の E のような場合つまり取消し後の第三者この場合にはどのように考えればいいのでしょうか えーと先ほど見ました128ページですかんごめんごめん125ページですね。このケースで言うと第三者が入ってきたのがこちら側ですね、ここですね。この場合、どのように考えればいいのかということで取り消し後の第三者ですね。つまりこの時にはもう取り消しの訴求項ということ問題にならないわけです。取り消しの訴求項が問題にならない以上、これ、第三者が保護されるということはない というのが原原則則ですね原則はつまり、えー、と売買契約して取り消しした後に転売したというのであれば取り消した後ずっと無効ですから XA 間については売買契約これ無効になるはずですのでいくら AY 間の売買契約が有効であったからといって A から Y に対して不動産の所有権は移転しないということになるはずですそれでは必ず、えー、どんな場合にも 100%Y がここのの不動産の所有権を取得することはないのかというとえ今日では必ずしもそんなことはないごくわずかな例がありうるんだという、えー、解釈論が提示されておりますでその解釈論、えー、と結論だけ言っておきますと2つありまして1つが、えー、と94条の2項類推するというものですすなわち民法の94条2項をご覧くださいもう一度確認しておきましょう。 えー、94条2項というのは全、えー、項の規定によるというわけですから1項この虚偽表示があったこの虚偽表示に基づいて無効になった場合だけを念頭に置いてますね。しかしながら民法94条の、えー、背後には、えー、権利外観法理と呼ばれる一般法理、これ何も条文にないんですよ。どうも民事法をずっといろいろ眺めてみると。 そういうい共通する理屈がありそうだというこの権利外観法理というのに基づいて考えるとと94条の2項というのは全項の規定によらなくてもとおおよそ虚偽の外観を作出してその外観作出に対して奇跡性があるという場合にはそのことを信頼したものを保護していいんじゃないか いうこういう議論が出てくるわけですで、この法理のことを94条2項の累推適用というように言いますえ注意していただきたいのは反対解釈と累推適用は結論が逆になるということですつまり94条2項全項の規定による一生児の無効ですからね全項の規定によらなければこ第三者対抗することができないのは全部できるんですよそんな。ところが今やってるのは この全項ののの規定ににらなくても全員の第三者に対抗するるるここととがができる場合があるとこの法理のことを94条2項の「類推適用」という言い方いたします。で話が長くなりましたが先ほどのこのケースで言いますとこういうことですつまり X 英間の間で、えー、と売買契約をしてこれが作法に基づく X の作法に基づく一生時で取消権発生しているとで取消権行使したけれどもその後ずっと放置していたわけですね。 例えばですよ。放置していたということでどうも外から見ると実体的には X が所有者だけれどもこの不動産の所有者があたかも A のものであるかのような外観があった場合そしてその外観を搾取したことについて X に奇跡性がある場合その外観を善意無過失で信頼した善意無重過失だっていう説が多いと思いますが善意無重過失で信頼した Y は保護されるのだ。 つまり94条2項の類推適用によって94条2項と同じような結論つまり Y はこの不動産が取得できる XA 間が無効だということ X はもはや Y に主張できないという効果を導くこれが94条2項の類推適用という考え方ですもう一つの考え方は民法177条の登記の有無 対抗要件の問題になるんだという考え方もありますこれはどういう考え方かといいますと XA 間でこれ売買契約すると有効ですから一旦これ A に,戻 A に不動産の所有権帰属するわけですね X から A に不動産の所有権帰属するはずだと。でその後無効だというわけですからそのこの取り消し権の行使によって無効になるわけですから A から YX に対して A から X に対してこの不動産の所有権が戻るんだと。 でそれにもかかわらず A は Y に対してもこれ転売してるじゃないか。何言ってるかというと A を中心とした X と Y この二重二乗としているという状態が発生するこの2二重乗との優劣に関して、えー、と利益を調整するのが民法177条なので177条の対抗問題として処理をするべきだという考え方もあります。 177条の機能について学習した後にこの考え方はもう一度振り返るようにしてみてください。